アマノチチャンネルのアマノチでーす。はい、今日はですね、第49回東京モーターサイクルショーにやってまいりました。開催なんとね、3年ぶりということで、本当にね、楽しみにしてやってまいりました。過去ね、最大規模ということでね、開催ということですから、詳細をね、本編でもしっかりと皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、皆さん楽しみにしてくださーい。やっぱりこの川崎といえばこのライムグリーンがね映えますよね。やっぱり天の地的にはあの Z650 見たいですね。どんな感じかね、うん、はい、忍者 H2SXSE ですね。これはもうあの僕がねあえて解説しなくても皆さんご存知だと思うんですけど、まあとにかくめちゃくちゃかっこいいですね。でこれ見てください、このスペック200馬力ですよ、200馬力。いやーこれ乗ってみたいっすね。200馬力ってどんぐらいなのかな。運転多分したらひっくり返る気がします。はい、あとやっぱりね、あの川崎のオフ KLX、 これもねめちゃめちゃいいですよね。まあ僕はあの CRF 2班ラリーと、まあ、アフリカツイン行ったんですけど、まあ林道ではでもこういうタイプの方が、うん、あの CRF よりも全然、まあ、小ぶり、まあ、このシートの間隔も細いですし、うん、これだったら、振り回せそうな気がします。そんなに上手なのかって話もあるんですけどね。こうやって Z900RS と並べてみると、ちょっとまあ一回りね、あの車格ちっちゃいような感じもするんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。これこの中間排気量すごい面白そうですよ。ほんと乗れるんだったらね、走らせてみたいですね。これもうほんとね、雑誌でしかまだ見てなかったんでね、紙面で見てたのと全然違います。でなんとバイクもまたがれるみたいなので、ちょっと Z900 とまたがった感じ見てみたいと思います。これはまあ元々の Z900 なんで、はい、天の地がですね、身長178ぐらいなので、まあ本当これべったりつくぐらい、本当非常に乗りやすいライポジですね。さあじゃあ続いて、Z650 行ってみましょうか。おお、これが Z650 ですね、 RS。 おお、ちょっと一回りやっぱちっちゃいのかな。こういうカラーリングもあるんですね。じゃあこれちょっとまたがってみますか。おお、めちゃくちゃ乗りやすい。これ感覚的には XSR155 ぐらいなイメージ。おお、これで650だったら相当走りが軽快なんじゃないかな。これはぜひ実車も乗ってみたいですね。最高です、めちゃくちゃかっこいい。はい、でその他でも本当にまたすげえバイクがいっぱい出てますんで、皆さん川崎ブース絶対に見に来た方がいいと思います。忍者もまたがってみる。忍者、これ忍者の250かな。ああ、おお、これも乗りやすい。もうめっちゃ姿勢取りやすいわ。スーパースポーツっぽくない、うん、ライポジですごく、あ、こんなに乗りやすい感じなんだ。これは乗ってみたいね。うん、これは人気なのがすげえよくわかります。はい、これめちゃくちゃいいですね。やっぱり形もかっこいいよね。うん、これは最高です。もう欲しい気持ちが溢れ出ちゃいますね。はい、鈴木さんのブースにやってきました。結構見たいのあってね。あ、これね、これですよ、これこれ。これ、本当に、125なんだけど、めちゃくちゃ立派じゃないですか。まあ、XSR のね、155とかと結構ライバルあたりになってくると思うんですけど、鈴木といえばね、この辺の、まあ、小排気量バイク、この辺熱いのが多いんですよ。ちょっとこれ、またがってみますね。おほー、いいなぁ、これも楽しそう。
これまあ125ということなんで、まあ、2つメリットがあって、まあ、任意保険の、ね、特約で乗れるっていうこと、うん、それまあ保険料安いっていうことと、まあ、日本だとね、免許っていうところでも、まあ、小型免許で乗れると。一方でねちょっと高速乗れないっていうのはあるんですけど、まあでもねすごいこれバイク楽しそうですよ、うん、これはいいな。またがるとみんな欲しくなっちゃいますね。ちなみにあれはないのかな、展示としてありましたよ。今更ながらちょっと刀をねもう一回見たいなと思ってまして、まあそれはなぜかといえば CB1100 に乗ってるからというところなんですけど、やっぱり刀かっこいいですね。さあどんな感じですかね。あーこういうライポジか。初代の刀に比べるともちろんすごく楽ですね。まあ、ただハンドルは比較思ってたよりも遠い、うん、CB と比べるとやっぱり少し前傾になりますよね、うん、だけどこの刀もいいですね。やる気に差し込みます。あこのカラーもすげえいいな。 CB1100 は本当に空冷の4発ということでレトロっぽい構成なんですけど、一方この刀はボディはね初代刀をオマージュしてるんですけども、この中身っていうのはもう全然、まあ、違うわけですよね、まあ、この2つのタイプの違うこの刀と CB っていう。あとねアドベンチャーバイクといえば V ストロームもね、これ V ストロームのまあ1050、これちょっとまたがれないのでちょっと650またがってみましょうか。これ中間排気量で、実はですね CRF 2班ラリー買うときには一応 V ストロームもの250も見に行きました。 V ストロームはね 大柄ですね、うん、これも650にしてはものすごくなんか大柄な気がします。またがった感じもすごくゆったりしてるし、いやーこれはやっぱりアドベンチャーだな、旅に行きたくなります。これパニアフルにつけてこれ1000になるとね、これはやっぱり結構でかいですよ。これ重量もほら247キロでしょ、240、50キロクラスになってくると結構やっぱり重量感出てきますからね。まあさすがにこれビッグオフではないのでオフに行くことはないと思うんですけど、そんなかっこいいですよね V ストロームも。このくちばしのようなねこれが特徴ですけど、まあでもやっぱこの形多いんですかね。なんかどっちかっていうと、まあ勝手に僕のあれですけど BMW の GS とかとまあ近いグループなのかなというふうにね勝手に思ってます。ちょうどね250、これもね実は結構僕的にはCRF にしちゃったんですけど、バイク的には実はすごく乗りやすくて使いやすいバイクはこれなんじゃないかっていう気もしてます。はい、見てくださいこの足つき性の良さと、これ250にしてはまあ大柄、うん、あとはこれがだから高速乗って、まあ、どんな感じかなっていうところだと思うんですけどね。このスクリーンもしっかりあるんで、これもやっぱり旅バイクとしては、まあ、リターンライダーさんなんかだったらすごくいいって言ったら僕ですか。鈴木さんといえばこれですか、やっぱりハヤブサ。もう一目で見てねハヤブサと分かるデザイン、これは素晴らしいです。ちょっとねまたがってみますかね。あこういう感じですか。これはいかついね。ああこれはまた ZX10 とはまたさらに違ういかつさがありますね。やっぱりボディがすごいでかい。でこのタンクとか多分これ空力とかの問題なんだと思うんだけど、もうこの一体感がごつくてすごいよこれ。まあすごいボリューム感ですね。あちょっといつかはハヤブサも乗ってみたいなと思いましたけど、ちょっと若干おじけづきました。でもバイクって本当面白いよね。この乗った感じが全然違うからね、排気量で一概に言えないっていうね、うん、やっぱりね最近ちょっと僕自身は所有はしてないんですけど、この中間排気量は1台ちょっと乗ってみたい気はしますね。なんかヨーロッパでは人気だっていうんでですね、 SV650、まあこれZ650 さっきまたがってきましたけど、まあ似た感じのライポジだし、まあ多分似た感じのこの足つきだったり、まあ正直スタイリングは Z650 相当かっこよかったんであれですけど、なんか走りはね軽くていい感じがします。はい、
まあ、こういう中間排気量っていうのはこれからすごく人気になるし、一度ちょっと試してみたいですね。まあ、あとこれちょっとねまたがれないんだけど、やっぱりスズキといえば GSX-R ですかね。浜の地が若い頃にこういったスポーツバイクといったらね、やっぱ GSX-R ですよ本当に。まあもちろん最初は GSX-R400、まあ、僕中面しか持ってませんでしたから。でやっぱりその当時憧れたのがこの GSX-R の1100、今は1000なんですかね。こういったスーパースポーツバイクといったら GSX-R というところで、やっぱ鈴木さんのねフラッグシップであることはもう変わりがないと思いますね。 GSX125 になると GSX-S になるのかはい、ということで、鈴木さんブースでした。XSR は吉村さんのマフラー使わせてもらってます。 XSR155 についてるマフラーのありがありました。で今度あれかな、アフリカツイン、もし吉村つけるとしたらこの辺になるのかな。あ、多分こんぐらいになるんだと思います。かっこいいっすね。すげーかっちょいい。やばマジでかっこいい。すげーかっこいいよこれ。これはやばいな。かっこよすぎでしょ。いいねこれやっぱりハンター株もいいですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。天の地チャンネルでもね、坂本ちゃんのハンター株紹介してますけども、やっぱりこれはねこうやっていじってなんぼっていうとこありますね。もうやっぱりこのスタイル全体がもう本当にうまく決まってます。それはもう多分吉村さんがねコンプリートでやってるんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、この完成度の高さやばい。多分ハンター株持ってる方はこれパーツね一つ一つ本当に細かく紹介したいぐらいですけど、これ絶対ね見に来た方がいいと思いますよ。本当に決まってます。多分動画で見てもらうより実写見た方が本当決まってると思いますね。うん、細かいパーツが本当にすごくセンスよく入ってます。はい、ハンター株最高です。いやーちょっと見たいんですよ。 XSR900 はねずっと前のタイプから欲しくて、一度ね RZ のなんていうかな初期型っぽい外装のオプションがヤマハから出たこともあって、それも見ながら、まあ、それすぐ売り切れたんですけど、いや乗ってみたいなと思ってるんですよね。でちなみにMT は僕復活バイカーの時によくレンタルバイクで MT 借りてました。 MT03 本当乗りやすいね。おーかっちょいい。ちょっとなんか初期型の RZ をなんかこうイメージするようなこの外装めちゃめちゃかっこいいな。ちょっとこっから見るとね XSR ファミリーなんだなっていうのが分かりますね。はい、155にも通じるところがある。逆か、あこれ XSR700 か。この外装かっこいいなと思ったらこっちが900だ。おお。これねめっちゃライポジ楽でも、まあ、少しレーシーかな。ちょうど、CB で例えるなら CB1100RS RS と似たポジションですね。でも全然なんか取り回しが悪い感じは全然ないです。これで本当に900っていうぐらいの感じですね。まあ、中間排気量バイクっぽいぐらいのサイズ感の乗った感じですね。まあ、タンクとかこの辺はねしっかりボリュームありますけど、わこれかっこいいね。そして外装がこの RZ っぽい外装がつけれれば最高だな。まあ、これもちょっとねノスタルジックな外装してますけどね。このシートとかもうやばいよね。めっちゃかっこいいじゃん。これは走らせてみたい。これ今話題の R7 ですね。これちょっとまたがってみましょうかね。おお、これはすげえや。うわすごい。これもねポジションとしては本当にレーシー、まあ、当たり前なんですけどね、もうツーリングに行ったら多分これ手首が折れるパターンのやつですね。はい、手首が先か腰が先か、まあ、多分常にこうやってると思いますよ。でも本当にワインディングとかねそういったところを走ったらもう最高に楽しいと思います。これはもう本当にこういう感じですよ。もうだってここに引っかかるもん、もう足が完全に。あーこれはいいわ。そうかこれ R7 ね。
こういう感じか。 R25 のインプやった時とはまた全然違いますね、このボリューム感がね。いやでももう天国ですね、こんなに1日でいろんなバイクにまたがれる機会なんかないもんね。最後ちょっと MT だけ見に行きますか。まあこれアムラチチャンネルでもやったけど、この顔がね、まあ好き嫌い分かれるんじゃないかなと。僕らみたいなちょっとおじさんライダーはね、なかなかこの顔はね、はい、まあかっこいいとは思うんだけど、まあじゃあ所有して乗ってみたいかっていうと、うんっていうね感じですかね。はい。だけどXSR700 と新型の900を間違えるっていうね、最高です。わあ、パンアメリカンだ。あ、これまたがっていいのかな。ね、これ良さそうだよね。いやーこれね、ちょっとまあずっともちろん雑誌とかでは見てたし知ってはいたものの、初めてまたがってみました。スポーツスター、全部ねこう水冷になっちゃったんですけど、まあ僕の空冷のロードスターもすごくもちろん気に入ってるしいいんですけど、これはこれで全然侮れない。めちゃくちゃいい感じ。もうポジションも最高だしね。これはどっか遠く行ってみたくなるバイクですね。じゃあちょっとストリートグライドスペシャルまたがってみますか。よいしょ。おう、わあ、これも最高だわ。ああ、これは本当にね、まあでもこれやっぱ北海道だな。このバイクはちょっとそこら辺に乗ろうっていう感じではないですよね。まあでもこれなんか乗ったら最高に楽しいんでしょうね。まあハーレーの一つのやっぱり形ですよね、このストリートグライドのこういうのスタイルはね。こういうのもやっぱ一台持ってみたいと思いますね。いやキリがないねバイクって本当に。さあじゃあ今度はロードグライド。このロードグライドはカウルがハンドルについてないんで、まあ走りが軽いと言われてますね。ちょっと乗った感じはどうかな。おお、まあ非常にポジション的にはまあ近い感じなのかな。うわ、クラッチ重た。すごっ。やっぱりね、ここも油圧クラッチじゃないですからね。さすがの操作系ですよ。しかしこんなの本当グラッときたら絶対に支えられないだろうな。ああ、でも本当に。どうですか、こう大陸を走るバイクですよね。何これ。ノベルティ。あ、ノベルティ。やった。これ背中に背負ってたら喧嘩売ってるのかと思う。トライアンフのさ、2500cc のバイク出てんのかな。さすがにないか。あった。これ。2500cc またがってみましょう。これはね本当にね、次のロードスターの次はこれ乗ってみたいと思ってます。ロードスターの次。うん、あ、でも全然ポジション的にはなんか 2500cc ってどんなもんかと思ったけど、またがってなんか乗りづらいとか運転しにくそうっていうのは全くないですね。いやこれいいな。もしかすると今回の一押しかもしれない。これだってすごくない？ 2500cc だよ。市販車最大排気量だからね。でも全然操作系とかも本当にシンプルで軽いし、もう一体何キロなのか分かんないけど、もうトルクとか半端じゃないんだろうなこれ。こんだけの排気量あったら、だって車だからね 2500cc っつったら、車が今1500ぐらいで走ってんのにさ、やばすぎ。これだってドライブシャフトだもん。そりゃエンジンなんかで駆動を伝えられるわけがないか。ドライブシャフト。ああ、本当に。どんな乗り味なのかね。ぜひ乗ってみたいですね。まあやっぱりでも各社アドベンチャーバイクはね、ものすごい出てるってことですよね。いやー今のもちょっと感動しちゃったよ。いや最高トライアンス。さあじゃあちょっと BM 行ってみましょうか。いやー BMW もいいんですよね。うおこれすげー水平対向 1800cc。 うーわこれどうやって乗るんだろう。さっきのロケットとはまた違う。あれが 2500cc でしたけど、これ 1800cc。
うわ、どうやって飲んだこれ。くぅ、なんだこれ。いや、これピストンがこう動いてんだけどさ、これガンなんてぶつけたらどうなんのこれ一体。すごいべこれ。いやでも BMW って言うとやっぱりこの水平対向なんだよね。 BM は車しか乗ったことないけど、バイクもいつか乗ってみたいな、この水平対向エンジン。もうすごいでしょ。だってね、実はカフェっぽいこの R9T、 これね、これ実はあの大型免許、自動車免許取りに行った時にこれが飾ってあったんですよ。で見ててすげえ乗ってみたいなと思ってたんだ。あー、これもかっちょいいな。これどう？個人的にはこれを買って帰りたいです。これと GS を2台ガレージに並べたいです。この GS シリーズはアドベンチャーの中でも、あのもちろん、まあ僕が思うにはアフリカツインかこの GS シリーズかは結構迷いました。でこの G310 っていうのが、あの中型免許で乗れる BMW の、まあ、いわゆるアドベンチャーバイク、これは本当に、ああ、これもすごく、うん、乗りやすい。ただまあ日本のバイクに比べるとやっぱりちょっと足つき性は足が長い印象ですかね。だいたい CRF の2班ラリーと同じぐらいです。あの今日乗った 250cc クラスのアドベンチャーの中では、まあ、一番足は長い。ただあの全体が大きいわけじゃないですね。 F900 これもちょっと乗ってみます、はい、これもいわゆる、まあ、アドベンチャーバイクのカテゴリーに入ると思うんですけど、やっぱり大柄、うん、これはやっぱね、ドイツの人が乗るんだなっていう感じですよね。うん、足つきはちょっとね、足が長い印象ですね。わ、ありましたよ、 RC250。 うわ、ちょっとね、アフリカとはまた違った握力、やっぱエンジンがあれだからな。感覚的には似た感じですね。あのアフリカの雰囲気と、まあ、似た感じではあるんですけど、やっぱりね、一回りでかい。で何が威圧感が半端じゃないかって言うと、やっぱこのエンジンですよ。まあこれが多分 BM の一番の売りなんだろうけどね。ただどうなんだろう、これ本気で絶対起こせないよね。ちょっとそのフラットダートとか、ちょっと行きがって林道なんか入ってちょっと行ったらもう絶対起こせない気がするな。アフリカだって起こせるかどうかわかんないですけど、あー、これはこれでやっぱいいんだね。いやー、もう GS も買いますかね。ウソです。もう何も買いません。はい、いかがでしたでしょうか。今日はあの初日のね、プレスの限定の公開日ということで、非常にですね、まあ、リラックスしてというか、ゆったりと見せていただくことができました。で明日もね、また来て細かくしっかりとね、皆さんに伝えていきたいと思いますので、楽しみにしてください。はい、それではまたよろしくお願いします。